いやー面白いですね、いいですね。いいですね。ずっとクルーがいいな。いや、マジでそう。マジで。もう、本当に。推理だけしときたい。本当そう、マジで。震えるわ。痛い気持ちになりたくない。いや、8万人か。嬉しいね。8万人か。嬉しいな。マジで。早いなぁ。あら。出る。ちょっと待って。え、今生きてたよね。あ、ごめんなさい。ミュート外しました。ごめんなさい。はい。はい。はい。僕が発見したんですけども、うん、アドミンで死んで、ま、お亡くなりになってました。はいはい。アドミン真ん中の方。はいはい、はい、はい。アドミンですね。で、みんな一人旅に行った感じですよね、はい、確か。いや、うん、アリスさんは行ってないですよね。行ってない。アルスとレレイさん行ってなくて。そう、僕ね、誰かがレレイさんと誰かがアドミンに入ってくのは見たんですよ、はい、ただその後私もう今最新地ナビゲーションの方なんですけど、ナビゲーションとオーツの通路なんですけど、はい、そこそから分かんない、はいはい、アドミンからは分かんない。ついさっきまでカメラ見てて、うん、その時にアリスピ、センタウン、ザメザメ、レレの4人で、うん、その廊下、監視カメラ見えるところにいるのを見たなって数えてた瞬間に、うん、通報が入ってレレさん殺されてたから、うん、その3人の誰かですか、うん、容疑者は。ワンちゃんは私が下にこう見てない、むしろナビゲーションの通路の方で見てない。えワンちゃんじゃあ僕下の方に行ったんですけど、多分結構見てる人多いと思う。プリコさんとかストレージで接違わなかったっけ、違ったっけ。ストレージに直前なる直前。そうですね、私も確かプリコさんとセンタンさんストレージあたりだったっけな、サダメさん見た気がする。ちょっと自分は分かんないです。分かんない。え、いた。僕最終エレクトリカルの、てか僕マジでずっとカメラついてたから、それで絞れないんだったらワンチャンも怪しくなるで。最終エレクトリカル？うん、エレクトリカル。ドア閉まったでしょ。ああ、閉まった閉まった、うん。僕閉じ込められたから。あの時抜けたの？え、だって僕直したの僕だよ。うん、だから、はい、すれ違って僕入ったよ。イラクで入る時はだともすれ違ったな。オッケー、誰いたっけな、もう一人いた気がする。ルーツさん、はい、違うっけ、誰か見てないの。あ、います、僕いました。それまあでも、俺、はい、すれ違ったはずだけどな。オス、おぉ、おさくさき。白だよね。あ、え？ちょっといい、ちょっと、え、じゃあ私いいですか？うん、はい。最初に、ゴミ捨てのタスクやって、はい、ウェポンズ行こうとしたら、
のドアが閉まってたんですよ。でのっぴさんとレレイさんが私がダクトの上で遊んでるのを見てて、うん、いつもので、右行こうとしたら停電になったから怖いと思って、レレイさんがその間視界に入っててアドミンのとこでついたのかな電気が。ほう、はいね、うん、でカメラがついてて全員いるの確認されてるなと思って、私下ストレージ通ってコミュニケーションの上通ってナビゲーションと O2 のタスクをやりに行こうとして通路で終わったんですよ。そこでレポートが入ったって感じです。嘘おやおや、待って、最初位置がコミュニケーションの通路ということで間違いないですか？違います、ねナビゲーションと O2 に行くまでの通路のとこ、嘘だ、はいはいはい、それが嘘っていうのはよくわからん。カティさんだったみたいな。カティさん目線、カティさん目線だとそのアリスさんのどこが不自然な感じなの、うん、なんか説明とかって。自分がカフェテリアからコミュニケーションまで、うん、上から通って行ったんで、その時にすれ違ってないね、ヒイラギさんと。すれ違ってない。じゃあカティが嘘だ。なんで、ヒイラギですね。これは全くの嘘ですね。で、嘘じゃ。だってカメラついてたのにそれ嘘つく必要なくない？そこまで僕エレクトリカル の入り口入った瞬間になったんで、そこまでいけるかなってちょっと思っておりますね。ちなみに僕がさっき死体を発見した時の行動なんですけど、最初アリスさんとレレイさんと僕がカフェテリアで残ったんですよ。うんで、アリスさんがまさっき遊びてって言っとったけど、ダックとか全然離れなかったから、これ近くに来たやつ食ってすぐ潜んちゃうかって俺が言いながら下に行こうとしたら停電になったから、あ、これ俺がレレイさん殺されんちゃうみたいなことで言ったら、すぐまあ停電一応なくなったじゃないですか。だからあれ、レレイさん死んでんちゃうつって戻ったら、アドミンで死んでたんですよ。え、マジで？だから俺、アリスさんは絶対、まあ、停電行ってないですよねっていう話をしたんだけど。アドミンの、どこですかね？詳しく場所わかりますか？アドミンのも入り口ぐらいですね。入り口ってない？多分見ようとしてたんじゃないかなっていうぐらいの。あー。うわ、やべえ、これ絶対私入れてんの人狼2だもん。やべえってマジ。いいね。緊張ですね。白ピンク。あら。あら。はい。はい。左か。はい。ルートが、リアクターで見つけました。はい。はいはい、で多分直前で僕砂亀さんと会ったというか、なんか会った気がするんですけど、私目線今セキュリティのカメラを私ガン見してて、はい、カティルートを見ました確か。はいはいはい。でこれはリアクター付近でですか？セキュリティに入ってきたのかな、カティさんとルートさんが、うん、はい、いや、あ、そうですね、セキュリティをチラ見しました。私もカメラをチラチラ見ながら、あのなんか十字路にうろうろしてた人がいたんですよ。で多分それがカティさんとルートさんで、でカメラ外して、うん、あ、二人いんなみたいな感じのことが記憶あります。はい、場所は、で場所はどこですか？リアクターの詳細真ん中あたりですかね、ちょっと。あ、で、うん、タスクやるところですか？です。私一番疑われてるんでいいですか？はい、私も十字路通ったんですけど、カメラ赤く光ってる時に。どこのですか？え、リアクターとセキュリティの間の十字路、うんうん、なので私がカメラ見てたから多分赤く光ってたのかなっていう、うん、で砂鍋さんの姿を見ずに下に行ってエレクトリカル入る時に先端さんとすれ違って、うん、その後にカティがエレクトリカル入ってきたところまで見ました。そう、ピンク、白、水色はエレクトリカル周辺で見ましたね。はい、ラギさん、ナピさん、マンサヤさん、うん、で最後エレクトリカルにプテさん入ってきたんですけど、え、入ってますね。うん、
砂染さんの証言で言うとダクトに入ってないんだったらリュートさんか自分しかやれないですよね。正直でもどうだからリュートさんがあんまセルフするかなってことを考えるとややカティさんの方に感じるかな。レレイさんの殺害でカティさんが嘘の証言をしているってヒイラギさん言ってて、まあ、ヒイラギさんが結構怪しいみたいな感じになってたんで。いやルートさんセルフ考えづらいんだよなこれ。ナサメさんあれ考えないの、ロアエンジンからのベントとか。ああベントもベントもあんのか。ごめんなさい、それ考えてないか。それも可能性が高いような気がします。ヒイラギカティハッピーセットしなくていいんですか。え、したい、したい。しましょう。自分追いかけてます。しましょう。ナサメさん。はい。お前、マジで白だからな。白だからなって。ナサメさんとこどうしようかな。先生、カティさん全然ついてこないんですけど。これ、ヒイラギさんが全然来ないと思いますけど。いやー、もうカロちゃんじゃん。完全にそうなんで。マジでやばい。ヒイラギさん全然マジでついてこないんで、どういうことですか。こっちで協調性のかけらもないんで、もうそこ。お前が追いかけるっていうならついてこいや、さっきまで追いかけてるけど。言いたいんだけどさ、どうぞどうぞ、一番最初の時はリスピさ、うん、一番最初ナビゲーションで終わったって言ってたのにさ、うん、後からなんかツールで終わったって言ったからなんでかなって。正直ね、自分の最終位置のもう完全な位置覚えてないよ私、ね、地図開きながらナビゲーションと O2 にタスクがあるのを確認しながら歩いてったけん、多分通路ないよ、入ってないと思うよ、うん、それ停電してたのになんでそっち側に行ったんすか。ちなみにだって停電治りましたもん、すぐに。それアドミンでダクト使ったっていうことじゃなくて。いや、アドミン入ってないです私。だから監視カメラ見られてるから、アドミンに入ってないのはマンチャイが見てるはずなのに、それを言ってくれないからマンチャイも怪しいって初手で言ったんです。なるほど。マンチャイのお母さんずっと見てたわけじゃないよ。一瞬って感じでしょ。でも赤くは光ってた。うん。僕が下に行ってるのも見てないから多分、ま、本当に1秒とかだったんじゃないかなと。うん。本当にその時4人いて、その数秒後に通報でレレイさんが死んだから、慢性地点その4人の中だなっていう。初日の話詰めます。じゃあそうですね、そのうん、多分初日が一番わかりやすいんじゃないかな、うん、なんかでもマジでカティとはすれ違ってないし、透明人間以外ありえんルート被ってるっていうのは。だからもう自分は上からウェポンズナビゲーションシールドコミュニケーションで終わってるんで、だ、うん、で右側に誰もいなかったんで、それ多分右側今1日目いた人いますかって聞いたら絶対誰も答えないと思うんですよ。もうあれですか、最初のもうあの初手右に行った人がもうそもそも1人しかいなかったって話ですか。そうですね、だから逆にそれはありがたくって、誰ともはぐれてないっていう、自分1人しかいないから、うん、まあ完全に食い違っちゃってるように聞こえ、完全に、はい、完全に、まあでもいいんじゃないですか、ペアリングでこのまま、はい、もうついてきてマジで、うん、私タスクやりたい、うん、なんでだよ、おまんが黒だろうが私のタスクを優先しろ、やれやれ、いい感じに荒れてるアンスターな。はい、なんかルートが喋りたそうだったから押してあげた。ありがとう。いや砂染さんは、はい、監視カメラを見ててプリコさんが入っていったのとか見てないんですか、はい、プリコさんが入っていったのは多分見ました。あのルートプリコ、はい、カティがわちゃわちゃってしてたのは見ました。はいはい、でヒイラギアリスもいました。いや、ずっと見てるわけではないからごめんなさいって感じかな、はいはい、私だって最初エレクトリカ入ってセンターさんとすれ違ったもん。エレクトリカじゃなくてリアクターの話なんですけど、
多分僕見た感じはカティさんか砂ザメさんしかやれないと思ったんですよ。はいはいはい。そのリアクターの方にいたのがカティさんと砂ザメさんしか僕見てなくて、その後ロアエンジンの方に流れた時に、まあ、あのプリコさんがすれ違ってリアクターの方行ってたんで、はいはい、まあ、そのどっちかかなとは思ってて、さあ砂ザメさんが監視カメラ見てて、はい、そこからなんか一回どっか下になんか僕はちょっとその時ロアエンジンいたんですけど、ロアエンジンから上に上がってリアクター、まあ、セキュリティちょっと入って僕リアクター行った時にセキュリティに誰もいなくて、でリアクターに行く時に多分砂ザメさんとどっかでちょっとすれ違って、ロアエンジンの方からどこから来ました、あの時最後一番最後です、僕が通報する時、待ってください、2日前ですね、リアクターなって、はい、ちょっとごめんなさい、アッパーエンジンかロアエンジン、要するにリアクター直した時ですよね、多分アッパーエンジンだったような気がします。直した時じゃないです、直した時じゃなくてもう本当に通報の前です。ちょっと通報の前私セキュリティで見てまして、だから私かん、あ違う、ごめんなさい、ちょっと今思い出します、必死になって、はい、でそのタイミングで自分はもう先にエレクトリカルの方に行ってました、うん、多分アッパーエンジンだったかな、確か最終位置が。でただセキュリティで平木アリさん見てないんですよ。でなのでさっき先端さんから指摘があって、なんかダクト弁当の可能性はないのっていうところに関しては正直きついっす。ルタさんの今発言だと、ロアエンジンから絶対なんだっけ、弁当から行ってないっていう主張ですか？あれ、そういうわけでもない。平木アリスさんはセキュリティでは映ってなかったです。え、赤かった。あれ映ったっけ？どんな言われる自信なくなってくる。タイミング結構知らないです。自信なくなってくる。あらあら、見つけちゃいました。アドミンで、アドミン入った時に、はい、アドミンのそのモニタリングのところで、ルートさんが死んでた。黒。アドミン。さん、いいですよ、私、白で。で、砂ザメさんが今、上から来ましたよね。私、多分、本当にすぐ後ろぐらいで、プタハシさんと合流したはず。そうそう、上からカフェテリアから砂染さんがこう下に入ってくるのを見た。で、僕はレポートしました。砂染さんだと私は絶対無理だよね。まあ、いや、別に、直近キルじゃないだろうから、わかんないですけど、少なくともその、今、入って、キルしてすぐっていう状況ではない。それを後続してたから、砂染さんの後ろ。なので、入った順番としては、プテハシさんが最初について、そのちょっと後ろに、結構離れたか 2マスぐらい離れて砂ザメ、その後ろに先端っていう感じのみたいな発見だったはず、うん、でも結局いつか分かんないからな、そこ絶対投票しないといけなくてですね、うんうん、いいですか、カティヒラギやり合ってたと思うんですけど、このターンどっちも無理です。いや、まあ、これダブルキルとは限らないですよね。
いや、普通にだって一人しか死んでないでしょ。あれ？え、ルーちゃんも死んでない。二人死んでて、ルーさんも死んでね。で、一応結構長い時間でした。そうですよ、長い時間なんで全然ダブキル。あともう私全然タスクできてないんで。どの話から詰めます？いや、砂沢さんが結構黒いと思ってて、リアクターの件で、ルートさんが死んでて、幼稚だったらルートさんが死んでて、はい、あとカティさんだっけ、うんうんうん、ベントカティさん、ありがとう。ベントカティさん、はいはいはい、ベントカティさんか。え、自分はもう早々にあのエレクトリカルの方行ってるんで、だから、カティさんとヒイラギさんを2人、今回あのダブルキル起こってないと思います？自分目線は、お互い白ですか？ヒイラギさんを黒だと思ってるんで、はい、もうずっと。ずっとついてます。砂染さん入れます。砂染さんで、いやちょっと私はこれ負けます。外すとごめんなさい、違ったら、入れなきゃ。でも白同士でやり合っちゃったわ。スキップ、あ、ヒイラギに2票入ってる。これ負けたかも。任せよ。いやー、キリスト言ってほしかったなー。無理だったか。3キリいけたら、砂染さん釣っても、その後いけるかなと思ったんだけど。いいねー。5人でしょ。打ち切りして。狙いかな。釣れてる。あ、すみません、押せました。はい。タスクが終わったので押しました。はい。多分キルが起こってないのでダブル、普通に2人いたらもう負けてると思うんで、砂染さんで落ちたかなと思います。釣れてる。ほうほうほう。で、そうなるとあそこのルート砂染カティの3人の中は自分ではなくなったので。まあ、でこれでヒイラギさんでいいと思うんですけどね。やばすぎ、おまん、まあ、私が白だったら土下座しろよ、お前。投票気になりますね、投票気になりますね。さっき2票入ってたから。そう、私に2票入ってたんですよ、はい、あ、俺入れました。のぴさん入れた。僕は他の人の情報あまり持ってなくて、やっぱヒイラギさんが最初からその言動的に時間的にそんな右側いけるかなとかいろんな疑問があったんで、で砂染さんは僕の中であまりその疑ってる部分がなかったんで、ヒイラギさんに一応消去法で、それと砂染さんかな、じゃあ入れましたね。私はむしろノピだと思いますよ。センタンさんは誰か見てる人いますか？見てない。え、さっきのスキップ誰ですか？センタン。いや、匿名投票だから言わないわな。スキップ何リもないけどな今。まあ狼リもない。でも最初カティとはやり合ってたんですけど、初手のターンで、まあ、すれ違ってないっていうので、でもとりあえず言ってる感じカティ白いんで、うん、私はもうコンビ解消でいいんじゃないですか。コンビ解消して、うん、タスクを終わらせる作戦でもいいかもしれないですね、はい、俺結構タスク残ってますまだ。私もバラけて。あ、そうなんですね。バあ、全然一緒にいてもいいよ。もうまだ疑ってるなら。でも土下座しろよマジで。最初の1日目の証言が本当にありえないことだから、実際に
じゃあ分かりました。僕はのぴさんと一緒に行動するので、センさん単独で、ヒイラギさん、カティさんがペアで、僕とのぴさんで、仲良くやりましょう、じゃあ。はいはいはい、カティ、タスク終わった？終わってないです。あ、私も右側が余ってる。スキップします。はい。OK です。くそー。マジで。タスクで勝てそう。いや、そこコンビ組まれるのきつい。くそか。そこ組まれるときついな。もう即レポしかないな。なると、カティさんとあれをやるしかないな。おい、やりやがったな、お前。いや、これ絶対のぴさんでしょ。のぴさん、あ、だって、巻かれたもん、僕。いや、巻かれてないですよ。僕、待ちながら行ってたでしょ、ずっと。いや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 、え、これ、しかも今、ヒイラギさん、プテラさん、僕が最後、エレクトリカルいて。いてない、いないいないいない、僕は見えてないはずだよ、絶対。プテさんは見てない。だって僕、視界暗くて分かんなかったもん、のぴさんがどこにいるか。でも、のぴさん見えてたんだ、僕のこと。いや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 、最後いたでしょ。さすがに、いや見てなかった。視界悪かった。そもそもね、さっきもね、2ターン目、あの前ターンものぴさんと怪しいって思ったんです。2人残ってる説はないですか？もうないないない、4人だから。今日投票しないといけないんで。これマジで、あの、これ一生のお願いなんですけど、僕じゃないんですよ。一生のお願い、ここで使う。一生のお願い、今、一回使っちゃいますけど。離れちゃったってこと？要は。いや、違うんですよ。停電起こって、うん、あの、僕は一生懸命ついていこうとしてたんですけど、うん、あの、のぴさんは確かに、ちょっとこの、素振りは見せてくれましたよ。止まって、足を止めて、うん、あの、あ、うん、この人、待とうとはしてくれてるのかなっていう思いはあったんですけど、そうそうそう。いや、でも何回か。いや、そう、待ってて、あ、3回ぐらいそれやったのに、あの、何人か、カティさんとかがいろんな人がいたときに、なるほど、スーッと抜けてって、あ、やばい、別れたと思ったらカティさん死んでたんで、これはのぴさん、この僕の言動を全くその受け入れる気が全くないのを見て、僕は今、アリスさんじゃなくてプテラさんやなって今思ってます。いや、プテさんは砂溜めさん連れてるから白ですよ、真っ白ですよ、もう今一番白。もう入れちゃってる、入れちゃった、じゃあアリスさん、もうのぴさんじゃあね。いやでもね、今絶対2人いたんすよ。停電終わった瞬間に死体が倒れるの見えたんで、いや見えてないよ。通報したの早すぎないですか？ありがてー、死体倒れるの見てないっすよ。ありがてー、通報したの早すぎないですか？うわ、どこ行ったと思いました。あ、マジありがてー、カズちゃん、うわ、え、残念だったな。犯人は俺なんだ。いや、よかった、通った、キル。いや、うますぎー。センタンさん、すげえ。いい、プテハシ。すげえ。ちょっと2人、いやいや、一生のお願い使ってんのに信じてあげないのはかわいそうだと思います。俺の人生何やったんですか？すげえ、マジ、こっから勝つの強すぎる。すごい。すごい。センターさんなの？マジでのぴさんに見たって言ってたじゃん、今。あれ？まあでも一生のお願いだったからね。うん。え、センターさんの姿、まあ、一回停電してたから見えないのか。停電してたから、それでってことですか。うん、えぐいな。だから、そこ重なってるのを見て、でもめっちゃ早かったっすね、通報すんの。はい、私もうカテさんが殺されて私になされるっていう線しか見えなかったから、
はいはい、レポートの方。マジかーのぴさんごめんね。全く聞く気ないからのぴさんのことは見えてなかったから、うんうん、そうね、のぴさん2人いるって言ったの僕とひらげさんいましたね。あ、そうなんだ、見えなかったマジで。勘違いした、だって僕ストレージですよ最終位置。なんでだよ。なのでもう停電を最後にやってどさくさな感じにしたっていう。やばいな、やる、全然見えなかった。悔しいな。なるほど、った今最後結構ねきつかったのよ。いや、きつかった。ルートさんの名推理がほんとぴったりだったんで。そうそうそう、いやいやいや、あれが砂ざめさん明らかに、あれすれ違いましたっけみたいな感じで終わったーと思って、時間稼いでました。とりあえず勝ちたん土下座。ダメだよ、またえ、いやもう本当にヒイラギ先生本当にダメよそのミスは。おー、待って、あれ、いや、すれ違ってないのに。なすれ違ってないよ。あ、あれ何だったんですかね。ねえ、確かに初日のやつ何だったんですか、ね、一体あれ。それでなんかね、確かにありがたかった、あれ。や、あれ、やっぱ分かんなくて、実は多分配信見てもらったおかげでルートは一緒なんですよ、多分言ってるの嘘ないんですよ、ナビゲーションとコミュニケーション。楽なのか、たまたまどっかのタイミングでたまたま、ここで違いを聞きましたよね、対立がね。めちゃガチ。いや、すごい、そのね、勘違いとかあったんかもしれないけど。面白かったな、今の試合。やっぱ、面白かったですね。面白かったと思っちゃったからな、あれは。いや、もう、絶対負けたと思った、最後。ペアペア組まれて、どっちも殺せないし。どうしようと思って。だ、正直、あの、プテハシさんを殺して、ノピさんとセンターさんが、こう、言い合って、どっちを信じるみたいな展開なんのかなと思ってたら、うん、なんか、またそれとは違った感じになって面白かった。殺したかったのは、プテハシさんだけど。